伝えられたんですか？なんかご飯食べたいって言って、あ、京くんから話があるんですけどっていうことを聞いて、はい、あ、それじゃあご飯食べようかって、で僕がお店押さえて、あ、お、ゆきろさんが、お、すごいじゃないですか。これはあれなんですけど、その日もしかしたらこのバンドがなかったかもって話なんですけど、はい、1時間ぐらい遅刻して来られたんですよ。いや僕基本10分20分前に行く人間なんですけど、本当たまたまその日の予定がもう丸々今日から飛んでて、それで司令とお鍋に行ってたんです、はいはい、でお鍋バッてできていっぱいできて、じゃあ食べようかなって時になんか連絡が入ってパッて見たらもう青ざめてもう一口も食べずにもうすいませんって思いながらもうタクシーですぐ向かったんですけど、タクシーで向かいながらもう1000回ぐらいもう土下座してましたね、タクシーの中で、はい、もう心の中でもうすいません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 って、あ、何発殴られるかなみたいな。でもあれですよね、京さんからお声掛けしておいて忘れてしまったっていう、めちゃめちゃ失礼なことしてしまって、しかもお願いがあったのに、あ、もうその話も、あ、多分もうポシャったなみたいな、あ、もうダメだみたいな、でもとりあえずもうダメ元で言ってみようみたいな、そしたらもう心優しく、あ、いいよいいよみたいな、さすがさすがさすがです、さすが仏ですね。ゆきろさんは別に内心怒ってたみたいなところはあるんですか？いや、どういう人か分かんなかったんで、あ、これぐらい遅れるのが普通の人なのかなとか。たまにいますもんね、そういう方は業界の中で。別に待つのは平気だったんで、まあ、初めて一緒にご飯食べるっていうのもあったから、はい、まあ、楽しみにもしてたから、はい、別に待つのは良かったんですよ、はい、でもあまりにも来ないなと思ってで電話したんだけど、はい、そうです。したら、あ、忘れてました、今から行きますっていう、はい、で、あ、良かったなっていう感じでした。なるほど。でもそういうのって僕10年に1回もないんですよ。いや、ないですよね。それがなぜその日にって本当にもう過去最高に青ざめましたね、本当に。そうですよね、はい、で、じゃあついて すいませんって言って、もう本当すみません、でもまあ、すみません、ゆきろさんいいよいいよと。で、そっからそのバンド一緒にやりませんかっていうタイミングがめちゃくちゃ難しくて。そうですよね、確かに、はい、でもそれ言わないと本当ただ遅れてきて飯食って終わりって、なんかそのなんなんっていうあれになるんで、はい、もうこれはもうダメ元でも言うしかないっていう。ああ、まあ、僕がゆきひろさんだったら相当いじめるっすけどね。バンド誘いに来といて一発目に遅刻すんのっていう、相当今でも多分相当いじってると思うんですけど、もうそんなこともなく、そんなこともなく、はい、はい、もう本当に、あ、はい、素晴らしい。ゆきひろさん、その、まあ、バンドの一緒にやりたいっていうお話を聞いた時には、はい、どのように思われました？いや、びっくりしましたですよ、ね、うん、あ、そのびっくりしたっていうのは遅れてきといてこういう話かっていうことではなくあ、その誘われて、あ、一緒にやりたいって思ってくれるんだっていう、光栄だみたいな感じですかね。その時お返事したんですか？その場でやりますって、うん、もう即答でしたね。すごい、僕は、はい、すごいですね。そこはじゃあもう考えるよりも やってみたいっていう気持ちが強かったという。まさかそういう話がもらえるっていうか、そういう話になるとは思ってなかったんで、はい、あ、もうこれは楽しみしかないなっていう感じですね。いいです。